ワークアウトパートナーの井上大我です。今回は肩甲骨周りのストレッチ方法をご紹介していきたいと思います。今回は座った姿勢で行える肩甲骨周りのストレッチ方法になります。ではまずやり方ですが、片足を前、そして同じ手を後ろについていただきます。そのまま足の横を手で持ち、背中を伸ばすといった運動になります。この時のポイントは指です。小指と薬指、または中指ですね、こちらを中心に足を持っていただく、また少し巻き込むように持っていただくことで背中がすごくですね、伸びてる感じがするかと思います。またこれで伸びにくいという方は手の位置を反対にしていただき、伸ばしていただきますと、こんな形で背中周りを伸ばすことができます。これはどんな場所でもですね、できますし、また左右ぜひ実践をしてみていただければと思います。今回やってみて、先にこう足が硬くて痛いという方に関しましては、別の動画で椅子を使った同じ肩甲骨周りのストレッチ方法をご紹介しておりますので、そちらを参考にしてみてください。では今回は以上となります。ありがとうございました。